ものの始まり、何でも酒井。この言葉が語るように、酒井は日本の歴史に大きな影響を与え、今にその名をとどめています。過去と現在、伝統と文化が調和し、さまざまな表情を見せる町、それが堺です。堺市、ここは日本でも多くの古墳が残る場所として知られています。モズ古墳群と呼ばれる大古墳群は、今からおよそ1600年前に作られました。その中の一つ、仁徳天皇陵古墳は世界最大級の古墳で、クフ王のピラミッド、秦の始皇帝陵と並び、世界三大墳墓の一つに挙げられています。その築造工事は1日最大2000人の人々が働いて、16年もの歳月がかかったとされています。仁徳天皇陵古墳の隣には、堺市のセントラルパーク大仙公園が広がっています。自然に包まれ、四季折々美しい姿を見せるこの公園は、憩いの場として多くの人たちが集まります。そして大仙公園内には様々な施設があります。古代から中世、現代まで堺の歴史や文化に触れることができる堺市博物館。美しい木々や大きな池が広がる日本庭園、気軽に抹茶を楽しむことができる茶室新庵、世界最古の自転車から最新のものまでを展示している日本で唯一の自転車博物館。ここでは自転車の仕組みを体験しながら学ぶことができます。アジア最大規模の自転車ステージレース、ツアーオブジャパンの第一ステージも堺から始まります。自転車の街堺、レンタサイクルに乗って街を散策してみてはいかがでしょう。16世紀、堺は東洋のベニスと呼ばれ、アジア有数の港として繁栄します。南蛮貿易によって、さまざまな西洋の文化や物資が堺にもたらされました。その中の一つが鉄砲。鉄加工が盛んであった堺では、すぐさま鉄砲の生産に取り掛かります。その頃日本は激動の戦国時代でした。堺は時代の追い風に乗り、日本一の鉄砲の大生産地になっていったのです。鉄砲の製造により、巨大な富と権力を得た堺は、商人を中心とした自治都市、そして国際的な貿易都市として発展していきます。堺には自治都市として栄えた頃の面影が今も多く残されています。日本の歴史に大きな影響を与えた鉄砲、その生産が行われていた鉄砲鍛冶屋敷は、現存する唯一の鉄砲工場跡です。
江戸後期から明治初期にかけて寺子屋として使われていた清学院。仏教学者にして探検家の川口恵海が学んだ場所として知られ、国の登録有形文化財に指定されています。黄金期の面影を残す山口家住宅は江戸時代の貴重な町屋として国の重要文化財に指定されています。堺に残る寺院の数は京都、奈良と並んで多いと言われています。土で作られた珍しい仏塔がこの土塔。宋行基によって奈良時代に建立され、現在は国の史跡に指定されています。法学の神として知られ、全国から参拝者が訪れる法智外神社。織田信長が境内の蘇鉄を安土城まで持ち帰ったところ、堺に帰りたいと蘇鉄が泣くため再び堺へ返されたという言い伝えが残る妙国寺。その蘇鉄は樹齢1100年と言われています。16世紀の堺を代表する商人ルソン助左衛門の邸宅であったと伝えられる大安寺。本堂の襖に描かれている絵は狩野派の作と考えられています。徳川家康が後藤又兵衛の刃に倒れ祀られたと伝えられる南宗寺。ここは堺出身の千の利休が左膳一味の精神的基盤を築いた場所で、利休好みの茶室実相庵があります。茶道という文化は16世紀の堺の繁栄とともに発達していきます。その中で千利休は侘び茶という独特の美意識を極めました。利休の世界観は現代の茶道にも息づいています。現在堺では大仙公園の新庵や日本庭園などで気軽にお茶を楽しむことができます。茶道とともに発達した和菓子。簡素な中にも華やかさともてなしの心が表現されています。南蛮貿易などによって伝えられた文化も堺に受け継がれています。昔から変わらぬ製法で作られている線香。今も丁寧な手作業で作り上げられている堺打ち刃物。使いやすさと切れ味から多くの料理人に愛用されています。堺ではこの他にも歴史と風土の中で育まれてきた様々な伝統産業が受け継がれています。そんな堺を代表する伝統産品を一堂に集めた拠点が
堺伝統産業会館です。伝統産業の学習やものづくりの実演体験ができる匠の広場をはじめ、珍しい刃物の展示や高級刃物を販売している堺刃物ミュージアム、ショップ堺市では伝統産業の一品と名産品をお買い求めいただけます。古くからの町並みが残る地域には趣と風情あふれるお店がいくつもあります。懐かしいチンチン電車やレンタサイクルで老舗巡りをしてみてはいかがでしょう。そして堺には新しい顔が次々と生まれています。堺市庁舎21階展望ロビーからは360度のパノラマが楽しめます。堺市立文化館では明治11年堺市に生まれた情熱の歌人与謝野晶子の生涯とその実績を紹介しています。晶子は乱れ髪をはじめとした歌集や詩を数多く残しています。アルフォンス・ミュシャは与謝野晶子が活躍した文芸雑誌明星の表紙絵などに影響を与えたアール・ヌーボーを代表する画家です。彼の作品はアルフォンス・ミュシャ館で見ることができます。辺野松人権歴史館、その中に設けられているのが坂田三吉記念室。独学で将棋の名人位にまで上り詰めた坂田三吉のさまざまなゆかりの品が展示されています。自然を生かし農業をテーマにした堺緑のミュージアムハーベストの丘は育てる喜び作る喜びなど自然の素晴らしさをふんだんに生かした体験型農業公園です。Jグリーン堺、サッカーをはじめとするスポーツレクリエーション活動の振興を図るスポーツ施設で、宿泊施設も完備されているなど日本最大級の施設規模を誇ります。甲子園球場の5倍の敷地に整然と並べられたソーラーパネル、ここ堺太陽光発電所は日本最大級の大規模太陽光発電所で、最先端の環境産業が見学できます。さらに堺の臨海部には経済の発展を支えた日本有数のコンビナートがあり、その工場群が放つ無数の光は幻想的な造形美を作り出しています。堺には四季折々いくつもの伝統行事が受け継がれています。700年もの歴史がある堺の夏の風物詩大魚夜市、息を呑む圧倒的な迫力の布団太鼓、勇壮に駆け抜けるだんじり、真冬の神事やっさいほっさい、そして堺の歴史伝統文化が凝縮された堺祭りには多くの観光客が訪れます。悠久の時を超えて受け継がれてきた伝統と文化、
そして過去と現在が溶け合い、そこから生まれる新しい顔。日本の歴史に大きな影響を与え、今も活気あふれる街堺。皆さんも堺のロマンに触れてみてはいかがでしょうか。日本のほぼ中央に位置する堺市。関西国際空港から電車でおよそ30分、大阪市内からおよそ10分で市内中心部にアクセスできます。いらっしゃいませ。ここ堺には旅の疲れを癒す宿泊施設も充実しています。皆様のお越しを心よりお待ちしております。